2本の球を越えて的球をポケットするというジャンプボール。アジアの生んだビリヤードの帝王エフレン・レイズ、スタート第1テーブルです。一発、これは渋い。第2テーブルは手玉をクッションさせ2つの的球を落とす。わずかなズレが命取り。完全な失敗ショットもこのエフレンにかかりますと成功ショットになってしまうという、そのあたりが実力です。第2テーブル、イエーイ、完璧、イエーイ。続いて要求されるは引き玉のテクニック。角度がある青い球へ見事コントロールできるか。世界の最高峰、あの US オープンをアメリカ人以外のプレイヤーとして唯一制しているエフレン・レイズ。イエーイ、ここも一発、実力者。ヒーローを沈めた後、手玉は絶妙なスピンで見事青い球をポケットへ。ここからは的球が3つ、黄色に当て手玉を流し全てを違うポケットへ。このままノーミスがどこまで続くか、そのあたりも注目です。第4テーブル、的球3つです。イエーイ、綺麗だ、ビューチュール、ビューチュール。完璧なショットで4連続成功、パーフェクトへ資格なし。5 more here, no miss, 大丈夫。おお、いよいよ全開宣言です。さらに難易度アップ、手玉は的玉を2つ沈め3クッションして赤玉へ。強すぎればスクラッシュ。 Many confidence because I don't need any miss yet。 自信たっぷり。さあ、ここも的玉3つ見せてもらいましょう。2つ入って、そして手玉はどこへ行く。赤タッチ成功、ファンタスティック、ファンタスティック、エフレンマジック。その球はまさに魔法の杖。完璧なコントロールと絶妙な力加減でトッププロも苦しむ難関第5テーブルを一発クリア。ノーミスで5テーブル、すごい。 Yeah, very very lucky now。 神の領域、的球は4つ。いよいよパーフェクトへのカウントダウンが始まる。さすがはスーパースター、ご機嫌のエフレン・レイズ。的球4つの第6テーブル、この笑顔が勝負の顔に変わりました。どうだ、わお、ここで最初のミス。先ほどのミスを引きずらないで4つの球すべて沈められるでしょうか。3つ入った、4つ入った、やりました。エフレン大喜び。 Almost clutch, you know? Make me scared again. 失敗を生かし数ミリのズレを見事修正。スクラッチにもならず世界一の天才が狂喜乱舞、子供のように大はしゃぎ。 Three more.